はい、皆様こんにちは、こんばんは。テレテレ百貨店テルカイザーです。はい、今日は雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとね、こちらになります。はい、リンネルの3月号になります。はい、こちらにねありますけど、リンネルの3月号になっております。でこちらに関してはね、特段ね、セブンネットショッピング限定とかいうわけではなくて、まあ普通にね売ってるリンネル購入してきました。ね、こちら3月号って書いてありますけど、でこれ買ってきた理由がね、まあこれからね、暖かくなってきて、まあ外出も多かったりね、あとはやっぱり年のね木の変わり目とかで、身の回りのね持っているもの、まあ文房具品とかね、まあいろんなものをちょっと見直ししていく中で、今回こちらね、ムーミンの万年筆とペンケース、あと一言便箋セットというのがねついておりましたので、ちょっとこちらね、特にねこのリトルミーの型押しの、ペンケースね、これはね万年筆じゃなくても、このペンケース使いたいなと、まあ、思いましたんでね、こちらね、開封して見ていければなと思っております。であとはね、まあ結構ね万年筆最近はね、これ雑誌の付録で出てきております。まあね、万年筆1本ぐらい持っているのもいいかなと思いましたんでね、万年筆も一緒に見ていければなと思っております。じゃあこちらね、開封して見ていければなと思っております。はい、それではね、開封していきたいと思います。梱包につきましてはこんな感じで、ついております。ムーミンの大人かわいい万年筆レザー長ペンケース一言便箋セットとね、いう風になっております。はい、ね、後ろにはね、万年筆のね、ことが書いてあります。どうやらね、こちらね、ペン先と、主軸芯があって、カートリッジね、これがどうやら付け替えができるみたいです。ね、このインクカートリッジにつきましては、付属のカートリッジを店頭にお持ちになり、類似のものをご購入いただくか、ヨーロッパタイプのショートサイズで、合いますというふうに書いてありますね。なのでこれ、雑誌の付録ではあるんですけど、まあ、使い切りではなくて、万年筆はね、カートリッジが付け替えができますというふうな、ものになっております。はい、じゃあこれね、まあ早速開けてみていきましょう。はい、はい、こんな感じでね、まあ開けるときはお気をつけくださいという感じですかね。はい、じゃあオープンしていきます。はい、中に関してはこんな感じで入っております。カートリッジが2本入っておりますね。で万年筆の本体とペンケースと、あとこちらね、メモ帳がついております。じゃあこちらね、見ていきましょう。ちょっとね今気になったのはね、箱を開けた時にね、独特の匂いがちょっとしたんでね、もしかしたらこのレザー調の、ペンケースがね、よくあるね化学繊維の匂いをしたのかなと思ったんですけど、そういうわけではなかったみたいですね。たまたまこの箱の中身がね、そういったねちょっと匂いがした感じでした。はい、じゃあこれね、見ていきましょう。はい、じゃあどれから見ていきますかね。まずじゃあこちらのねムーミンのね、こちらのねメモの方見ていきますかね。なんか一言メモって感じなんでね、なんかねちょっとなんか書ける感じですかね。まあ、こんな感じですね。はい、枚数的にはね50万ぐらいついてるんですかね。まあ、下のところにムーミンとリトルミーが書いてあって、柄的にはねみんな一緒ですね。で上のところがねこののりタイプになってるんで、簡単にペリッと剥がれますね。なのでちょっとこうね、なんかこう書いて、まあね保管するといった感じのものになっておりますね。はい、こちらはね、可愛いんでね、できればね使わないで、取っときたいなといったふうには思ってますけど、まあ、せっかくなんでね何枚かは使ってみたいと思っております。
あとはじゃあこのね、ペンケースと万年筆を見ていければと思うんですが、一応ね、この万年筆ね、長さは14センチあります。あとこのペンケースは縦16センチで横が 7.3 センチになっております。なのでね、こちらの万年筆がちょうどね、ぴったり入るサイズ感になっております。万年筆についてはこんな感じになっております。まあ、ここからね、インクが出て、この先の方から書けるというふうになっております。じゃあこちらね、付け方ですね。付け方に関しては、先ほどのね、梱包材の後ろに書いてあります。特段ね、この芯、カートリッジを刺すときに、付け方の手順は書いてないんでね、そのまま、こちらに刺していただければ問題ないかなと思います。まあ、こちらね、こういう風に回していただいて、開けるとね、こちらにね、カートリッジ刺す、ところがあります。で、こちらカートリッジが2本ついているので、こちらですかね。はい。この絵の通りね、こういう風に、カートリッジ、刺す方はね、こんな感じで穴が開いていて、中がね、今ね、出ないようになってますけど、これをね、強くカチッというまで差し込んでいただくと、つけることができます。はい、こんな感じでね。はい、今パチッて言いましたね。これで、完全にね、今、万年筆の先の方に、インクが、装填されたという感じになっております。で、これで閉めていただいて、で、これ万年筆はね、しばらくこれね、時間を置かないと、出ませんのでね。はい。それはね、書いてありますかね。まあ、万年筆の使い方についてはね、まあ、見ていただければと思うんですけど、まあ、ペン先をね、基本的には真上に向けてもらって、カート一応差し込むといったところは、今お見せしたかと思います。で、しっかり締めてね、まあ、軽く振ってくださいと。まあ、万年筆なんでね、ビュッて振ってしまうとインクが、出てしまうんでね、気をつけていただきたいんですけど、まあ、今、装填されてるんでね、まあ、下向けていただいて、しばらくね、時間を置いてると、出てくるかと思います。今ね、ちょっとこちらボール紙の方にね、書いてみますけど、今装填されても時間がね、若干してるんで、はい、こんな感じでね、今、出ているかと思いますが、まあ、こんな感じで出ます。基本的にはね、このペン先がね、こちら、黒いところからね、インクが出てきて、この、先のね、ボールペンの、みたいな丸くなっているところからね、万年筆のインクって出ますので、まあ、こんな感じでね、はい、今もう装填されて、出ておりますね。はい、こんな感じでね、ちょっとボールペンでね、大変恐縮なんですけど、はい、こんな感じで、万年筆出ております。まあ、書き方としてはね、このペン先をね、ちょっとこう軽く当てて、書いていただけると、まあ、こんな感じでね、インクが出ますと言った形になっております。これね、雑誌の付録にはなりますけど、非常に書き心地が良くてね、はい、使いやすいと思います。まあ、パチッとね、ちゃんとしっかり、止まりますんでね、これで、カバンに持ち歩いてても、インクの漏れがなくなるという感じになります。まあ、基本的にはちょっと万年筆なんでね、こちらに、ね、フックがありますけど、まあ、基本的にはこういうね、上向けて持ち歩いていただければと思っております。あとはね、これはどっかに予備でしまっておいていただければと思ってます。あとはじゃあ続きまして、ペンケースですね。で、気になるところは、合皮のね、皮になってます。ちょっと匂いをね、噛んでみて、若干ね、ちょっと合皮の匂いがするかなって感じですけど、そんなにはね、匂いはしておりません。で、こちらの方にね、リトルミーが、片押しで書いてあって、下にムーミンというふうに書いております。で、裏の方にはね、宝島社というふうに書いております。で、このペンケースは上のところがね、金色のボタンついてまして、ボタン型になっております。はい、こんな感じでね。で、こちらのペンケースは、中はね、基本的にこのね、合皮の皮を、2枚をね、縫い合わせた感じなので、
こういう風に見せた方がいいですかね。まあ、こういうような、ちょっと形になっております。ちょっとね、二つの、合皮を塗り合わせた感じなので、ちょっとね、きつめにはなっておりますが、ものとしてはこういう形になっております。まあ、大人風という風にね、見れば、こういうような方でもいい、面白いかなと思ってます。で、これを、入れていただくと、すっぽり入る感じですね。まあ、ぴったし、万年筆がね、入る形になってまして、あとはこれをね、パチッと留めていただければ、はい、こんな感じになり、ちゃんとね、綺麗に収納できますといった感じになっております。はい。今回はね、リンネルの3月号に、ちょっとね、大人風な、万年筆と、あとはこのペンケースね。これペンケース今ね、固めて言いましたけど、やっぱり今ね、ちょっと、万年筆入れてね、ちょっと、時間を置いただけで、まあ、こんな感じで膨らみが出ますので、これはね、使っていくうちにね、風味が、出るのかなというふうに思っております。はい、以上となります。今回はね、リンネル3月号に付録としてムーミンのリトルミーをね、印刷してあったり、型押しがしてあったり、あとこちらの万年筆もね、こんな感じでリトルミーがね、印刷されておりますと言ったような万年筆がついておりますと言ったご紹介になっております。はい、以上となります。こんな感じでね、雑誌の付録レビューやっておりますので、まあ、よろしければね、購入の参考動画として見ていただければと思っております。まあ、あとはね、先ほどね、こちらの、梱包材の方に書きましたけど、雑誌の付録についている万年筆がね、どんだけ使えるかと言ったのもね、男性の私なりに、まあ、使ってみてね、まあ、使い心地とか、そういうのをね、試したりしておりますので、ね、まあいろいろ参考にしていただければと思っております。はい、以上となります。今回はリンネル3月号、こちらの雑誌付録レビューさせていただきました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。